オリガ・ニコラエブナ・ロマノバ、1895年11月15日から1918年7月17日は、ロシア皇帝ニコライ2世とアレクサンドラ皇后の第一子で、第一王女。ロシア大公女。1917年の2月革命で成立した臨時政府によって家族と共に監禁された。10月革命で権力を掌握したウラジーミル・レーニン、率いるボリシェビキの命を受けたチェーカー、秘密警によって、翌1918年7月17日に、諜報機的殺害、裁判手続きを踏まない殺人が実行され、エカテリンブルクのイパチェフ館において、家族、従者と共に銃殺された。正教会で、聖人、新知名者。金髪の波状毛に明るい青の瞳、いかにも賢そうな、広く突き出た額をしていた。妹のタチアナ王女やマリア王女ほど美しくはないと一般的にみなされていたが、母親の友人であったは、平均よりやや背が高く、健康的な顔色、濃い青色の目、明るい栗色の髪の毛の量、可愛らしい手と足の持ち主だったと表現し、15歳の頃のオリガは明らかに美しかったと書いた。あらゆる面で才能を発揮する教養の深い巫女だったと言われる。アナスタシア王女も含め、4王女は、OTMAというサインを結束の象徴として使用していた。父親にと言われ、また彼女も父を深く慕っていた。頑固で意志が強く情け深い性格であったが、一方で粗野で率直すぎる面もあった。そのためか、母のアレクサンドラ皇后とは、反りが合わなかったと言われる。文学少女であり、姉妹の中では、最も賢く、複雑なロシア語の文法も説明できた。乗馬をたしなみ、騎馬隊長を務めたこともあった。ルーマニア王太子カロル、後のカロル2世及び、イギリス王太子、エドワード、後のエドワード8世、ウィンザー公との縁談もあったが、オリガ自身は、私はロシア人だから、ロシアに残りたいと、外国の王族とは結婚する気がなく、結果家族の悲劇に巻き込まれてしまった。また、オリガはカロルが好きではなく、1914年春にルーマニアを訪れた時は、カロルと世間話をするのに苦労した。カロルの母親のマリア王妃も、オリガの性格を不愛想すぎるとして、彼女の頬骨の高い顔も可愛くないと言い、あまり良い印象を持っていなかった。また、一説ではニコライは、自身の従弟にあたるドミトリー大公と彼女を結婚させるつもりであったとも言われる。また彼女は、グリゴリー・ラスプーチンの葬儀に、家族内で唯一出席しなかったと言われる。ドミトリーとフェリックス・ユスポフがラスプーチンを殺害した時に、一家から殺人者が出たことを恥じてた。オリガはこれより前から兵役を退避したユスポフを、軽蔑していた。トボリスク滞在時のオリガの様子を記憶している、クラウディア・ビットナーは、回顧録の中で次のように述べている。1918年5月からオリガはエカテリンブルクのイパチェフ館に家族や従者と共に監禁された。館で洗濯の仕方やパンの作り方を学んだ。よく庭で散歩をして弟のアレクセイと一緒に多くの時間を過ごした。オリガは人生の最後の数ヶ月間に体重が激減し、深く落ち込んでいたと伝えられる。かつて館の警護兵を務めたアレクサンドル・ストレコチンは、痩せこけていて、顔色が青白く、非常に体調が悪いように見えたと振り返っている。別の警護兵は、彼女が何度か外を歩いていた時のことを思い起こし、容易に感情が読み取れるぐらい、悲しげに遠くを見つめながら立っていたと述べた。ストレコチンは、その後、オリガが警護兵と親しい付き合いをするマリアに対して怒っていたと報告した。6月後半に一家と警護兵の親しい交流が禁止され、監視はより厳しいものとなった。7月14日は日曜日であり、ミサのためにロマノフ一家の元を訪れた地元エカテリンブルクの被災は、死者のための祈りの時にオリガと彼女の家族全員が慣習に反して一斉にひざまずいたり、様子がいつもと違っていたと報告している。7月15日に館に派遣された4人の総持婦によると、4人の若い女性は、全員とも前日の服装と同じ長い黒のスカートと白のシルクのブラウスであり、その短い髪はボサボサで乱雑であった。オリガは元気がなく具合が悪そうに見えたという。7月16日、ロマノフ一家が夕食を食べている時に、新任の警護隊長、ヤコフ・ユロフスキーが入ってきて、アレクセイの遊び相手で14歳の皿洗いの少年、レオニード・セドネフの館からの離脱を発表し、実は、ロマノフ家のメンバーと一緒に彼を殺したくなかったために警護兵が少年をイッパチェフ間から通りの向かいの宿舎へ引っ越させていた。しかし、殺人の計画を知らないロマノフ一家はセドネフの不在に怒っていた。タチアナと一家をお抱えの医師、エフゲニー・ボトキンは夕方にユロフスキーのオフィスまで出向き、アレクセイを楽しませてきたセドネフを復帰させるように要求した。ユロフスキーはセドネフはすぐに戻ってくると伝えることで、タチアナをなだめたが、家族は納得しなかった。イッパチェフ間に監禁されていた元皇帝一家からは1918年7月16日の夜に眠りにつくが、遅い時間に起こされ、市内の情勢が不穏なので、家の地下に降りるように言われた。アレクサンドラやアレクセイを楽にさせるために、他の家族は枕やバッグなどを運んで、自分の部屋から出た。アナスタシアは家族の3匹の犬のうちの1匹、ジミーという名前のチーンを連れて出た。写真を撮影すると言われ、自分とアレクセイのための椅子を求めていたアレクサンドラは、彼女の息子の左に座っていた。ニコライ2世はアレクセイの後ろに立っていた。ボトキン医師がニコライ2世の右に立ち、オリガは彼女の姉妹や使用人たちと一緒に、アレクサンドラの後ろに立っていた。元皇帝一家からは約30分、支度に時間をかけることを許された。銃殺隊が入室し、彼らを指揮するユロフスキーが殺害を実行することを発表した。オリガと彼女の家族はしばらく言葉にならない叫び声を上げていた。7月17日の早朝の時間帯だった。最初の銃の一斉射撃によって、父のニコライ2世。母のアレクサンドラ、料理人のイヴァン・ハリトーノフ、フットマンのアレクセイ・トルップが殺害され、ボトキン、マリア、メイドのアンナ・デミドバが負傷した。その数分後に銃殺隊が銃撃を再開して、ボトキンが殺害された。殺害実行者の一人が、弟のアレクセイを銃剣で繰り返し刺殺しようと、ミルが衣服に縫い付けてあった宝石が彼を保護していたために、失敗した。最終的にアレクセイは、ユロフスキーが頭部に向けて発射した2発の弾丸によって殺害された。ユロフスキーとエルマコフは、お互い寄り添い合って、母親の遺体がある方を向いて、叫び声を上げながら、背面の壁にうずくまるオリガとタチアナに近づいた。エルマコフは、オリガとタチアナの両者を、長さ8インチの銃剣で刺したが、これも2人の衣服に縫い付けてあった宝石によって、失敗した。二人が立ち上がって逃げようとしたところに、ユロフスキーがタチアナの背後から彼女の後頭部に向けて発射した一発の弾丸によってタチアナは即死した。その直後に、オリガもエルマコフが彼女の頭部に向けて発射した弾丸によって死亡した。オリガの遺体は、最終的には、ニコライ2世、アレクサンドラ、タチアナ、アナスタシアや4人の従者と共に殺害から80年後の1998年7月17日にサンクトペテルブルクのペトルパウエル大聖堂に安された。オリガは他の6人の家族と共に2000年にロシア正教会によって列聖された。これより20年近く前の1981年に在外ロシア正教会によって聖なる殉教者として列聖されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。